ウバユリ族は、ユリ目ユリ科に属する植物の一族。ユリ族の起源であり、ユリ族及びバイモウ族と合わせ、一般的にユリと呼ばれる花の一部となる。かつてユリ族に含まれていたが、特徴的に葉の形がハート型であることから、革命カーディオクリナムとして別族とされた。日本語の俗名は、本族の代表的な種のウバユリから。ウバユリの和名は、 柿の間に、寄部の葉が枯れて落ちることから、葉がなくなることを、バーの葉がなくなることにかけたもの。英名で、ジャイアントリリーと呼ばれることがある。樹林のリンゲを好んで生育する。特徴として、葉は、茎の基部に集まってつき、卵形、またはハート型で、長い傭平を持つ。また、単子葉植物には珍しく葉に、毛状脈を持つことも、大きな特徴となる。 花は、相乗果樹となり、数個から十数個の花を果軸に対して、横向きにつける。花は、左右対称であまり開かない。果実は、劣化性の果てとなる。アジアを中心に分布。ヒマラヤ山脈から中国及び、日本に生育する。日本には、ウバユリ及びその亜種の大ウバユリが自生する。園芸品種として栽培されるほか、デンプンに富む林茎を食用とすることがある。 ありがとうございます。